おはようございます。和がんせの影山やんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、僕はね、えー、お店をこうやってるんですけどね、足つぼとボディケアのね、こうお店をさせていただくんですけど、たまにですね、こうお客様から、こうなんかね、こういただけるもんがあるんですね。こう、 えー、まあ、ワインをいただいたりとかですねなんかこうお菓子をいただいたりとか、えー、まあ、色紙とかねそういうものであったりとかこうたりとか。 ちょくちょくというかまあたまにですけどもこういただくことがあって非常にありがたいんですけども、えー、先日もですねそのお客様からですね、えー、黒にんにくをこういただきました黒にんにくですねでその黒にんにくがそのそのお客様がこう自分で作っておられる黒にんにくなんですね自分で作った黒にんにく、えー、自家製というかねでえー、っとあのー まあ食べさせてもらって1日ね1粒というかちょっとずつ食べてる形なんですけど非常にこうあ黒にんにくってこんな味するんやということですごくこう甘いんですね甘い感じがあってですねほんで朝こう食べてちょっとしたらこうなんかこうエネルギーが上がるようなこうパワーアップしてるようなこう感覚にこうなってですね非常に良くてこう えー、朝になったらこう食べたくなるものとしてほんで、えー、結構こういただけたんで、あのー、まだ、えー、何日間かはこう毎朝こう食べられる状態にはこうなってるとは思うんですけどもな、えー、くなった時にねこの黒にんにく代わりにまた どうしようかなと思って結構この黒にんにくっていうと買うとねこう道の駅とかに売ってるんですけども、えー、買うとねそこそこの値段するんでそのその辺がねうーんまあでも買ってもたままあそうですね買ってもいいんかなというぐらいこうなかなかこう自分の健康にまたプラスになってるような感じがこうしてますね非常にこうありがたいということですね非常にありがたいこう頂き物うん をもらいましたでその方ですねあのー、すごくほんでねあのー、どういうんですかね自分で作ったはるんでそのそれなりにこう、えー、素人感があるようなこうしょ、えー、商品が普通やったらそういう感じかもしれないんですけどその人のはもう正直言ってプロですねプロの黒ニンニクをこういただいてる、えー、と思いますその、えー、アマチュアがどうなんか僕も分かってないですけどもその言ったら 商品が売っていても売っている商品としてこう通用する、えー、ものだなというのがこう分かったんですけどもでお聞きするとやっぱりこう、えー、黒にんにく作ってそれでこうそういう道の駅かどこか分からないですけどもそこで売っておられるということなんですね。うん で、えー、ほとんどこう儲けとしてはそんなにないぐらいの価格帯でこう値付けされてるらしいんですけども、えー、まあ、ただでこう他の人に渡すことはこうむ難しいというかねなんかこうそういう場所がなかなかないじゃないですかだからこう売っておられるそういう買ってもらえる場所でこう売っておられるということで。うんあの すごいで,す、ね、でその方ねこうそのお客様こうやってることがねこう非常にこうすごいというか、うん、そ,のうーんその世の中のこう役立つようなことをこういろいろやっておられたりとか、まあ、自分の好きなことをこうそれなりにこう結構本格的にやっておられるという 形ですねで、えー、僕がこうお店をこうさせていただいてこうあ自分の店がまあ大丈夫だなとこれは間違ってないなっていうのをこう確信させてくれたお客様ですねの一人になります。でこのお客様がこうリピートしてくれる店であればまず大丈夫だなというふうにこう思ったお客様だったんですよでで回目こう来てていいただいてですね。まあ えーまあ、僕の施術力もそうですけどしゃ、まあ、喋っている中でですね、うん、何かをこう感じ取ってもうたんかちょっと分かんないですけども、えー、そこからこう定期的にですねその方はそうあのー、体はこう自分で鍛えておられるんでそれなりにこういい状態ではあるんですけども、えー、まあ 3ヶ月に1回とかこう自分のメンテナンスのためかななんかそれでこう通っていただけるでそのためにこういろいろねこうえいただける状態になって非常にありがたいですけどもうんで非常にこう自分の人生も楽しんでおられるしいろいろ話を聞いてそれでその聞いたことでこう僕もそれを休日にこうそのことによって動くことがあるんですね。でここうう非常にこう、うん 大人なというかねすごくこう、まあ、人生の大先輩ではありますけどこうやってはることがすごく本格的で、うん、非常にこういいなという,こう理想的な、ね、こう生き方をされてるかな、まあ、非常に大変な、ねえー、仕事こうもされてますけどこう、えー、ある程度の,その地,位地位に居はる人なんですけどもでそういうのがこう、うん、非常にこう僕には刺激になるというかあ勉強になることが結構あって。うん あなるほどこういうふうにこう導いていか人を導いていかはんやなとかね、えー、まあまあ詳しいことはあれですけどもあるというお客さんでで非常に僕にとってはこう自信を深めるお客様になってますね。うん、で、えー その方にこうあの黒ニンニクをいただいたということで非常にこう黒ニンニクの話戻しますけど黒ニンニクはなかなかいいんじゃないですかあんま食べ過ぎたらねそのやっぱりあれですけども、えー、それなりの量を毎日とっていくとそれはこう健康になるのもそうですけどもそのうん。 パワーアップするような、ね、エネルギーがパワーアップするようなこう感覚になるようなものですね。うん、非常にこうありがたいものですね。まああんまりなかなかこうニンニクをどうのこうのまあ、えー、休みの日にこう酒飲む時にニ,ンニクこうしそニンニクとか買っといてつまむんですけどもそれではあまりそのまあ一応ニンニクやからいいかなと思って。 食べてますけどもそれよりその黒ニンニク朝食べる方がこうグッとこうパワーアップするエネルギーがこう上がるようなこう感覚になるなぁと、うん、だ黒ニンニクっていうのはなんかすごく、うん、体にとってこういいものであるように感じますまあ合う合うんはあるでしょうけども僕にとっては非常にこういいものであるなぁというふうに思っておりますちょっとだから えー、そのいただいた黒にんにくがなくなった時に何かこうまあ、えー、道の一かどっか行ってこう購入してもいいかなというふうにこう考えていますということです非常にいいものをいただきましたということで今日はですね、えー、黒にんにくをいただきましたということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます